She last year in the first month, we had a fire drill, and on the way out it had been raining, and when she went outside for the fire drill, she slipped and she got this big cut on her leg there. She had to go to the はい、皆さんこんにちは。娘のエリンです。前回の動画からみことちゃんのカナダ高校留学をリアルにお届けしてきているんですが、みことちゃんついに、留学生活を始めて数日でハプニングを起こしました。ハプニング大丈夫とですね、心配になる方もいるかと思うんですけど、みことちゃんの身体に問題はありません。まずはですね、何が起こったのか見ていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、みことです。今日はですね、留学4日目にして、私やらかしてしまいました。はい、でそのやらかしてしまった直後の、動画をご覧ください。はい、今学校が終わりました。でもう本当最悪なんですけど、まさかのあのコンパスカード、こっちで言う定期券みたいな、定期券っていうかバスに乗るためのあの荷物課とかいろいろあるじゃないですか、日本では。でそれをあのなくしちゃって、でなんか最初もちゃんと持ってたんですけど、今日一人でバス乗ったから、あの降りるバスを間違えないようにと思ってずっとなんかあの緊張してやってたら、多分バスの中か、あのその学校行く前にカフェに寄って、もしかしたらそこに忘れてるからもうと思って、今ちょっともう一回見ようと思って向かってます。もう初っ端からもうなくしちゃったからもう最悪で、とりあえず無事に見つかるといいなっていう風に思います。でもう一回ちょっとそのカフェによって落ちてないか聞こうと思います。ただの定期券紛失ハプニングと大きなハプニングを期待していた人は、もう大したことないじゃないかと思われるかもしれないんですけど、留学してみからするともうそれは自分の命がなくなるくらいの大きなことに感じるんです。あのしかも留学してたった4日目で買ったばっかりの定期券をなくすんです。あの日本だったら新しい高校に通うために、まあ、定期券を買って、まあ、その数日後とかに、まあ、なくしちゃうと、まあ、また駅と、まあ、学校に連絡して発行してもらえばいいかとですね、まあ、焦ることなく、冷静に行動はできるんですけど、初めての海外生活で知らない土地で使い慣れない英語を使う国で自分の所有物をなくすと、もうパニックです。まず、なくしたけど、どこに連絡したらいいの？で、払った金額はちゃんと戻ってくるの？と、なんて英語で言えばいいのか。私、ここからどうやって帰ればいいの？と、もう何もかもわからなくなるんですね。私は留学して初めの1週間で定期券はなくさなかったんですけど、バスに乗り間違えて迷子になりました。留学ママにも電話して、ホストマザーにも電話して、涙を流す迷子の少女になってました。みことちゃんですね、この動画の中では涙流してなかったんですけど、心の中はうるうるしてたんでしょうか、どうなんでしょうか。まあ、それは今後機会がある時に語ってもらうとして、さて、定期券を失ったみことちゃんはここからどのようにして家に帰ることができたんでしょうか。そして定期券は帰ってきたのでしょうか。最後にそのみことちゃんの行動を見ていきたいと思います。はい、見ていただいた通り、私はコンパスカードっていうこっちの公共交通機関に乗るときに必ず必要なカードをなくしてしまいました。で、なくしてしまって、最初もう本当に全部バッグの中も見て、自分がいつも入れてるところも見てやってたんですけど、本当なくて、ホストシスターとファザーが「じゃあ迎えに行くから待ってて」っていう風に言ってくれて、今日は学校に迎えに来てくれました。もう車乗る時も本当にごめんなさいって、本当にありがとうっていう風に言って、申し訳なかったです。その後あの最初にそのコンパスカードを買った場所にお店に行って、カードを新しく買いました。それが6ドルぐらい、600円とかそんぐらいして、そしたら店員さんが、あれこの前も来なかったみたいに言って、あ、覚えてるんだと思って、そしたらシスターが、そうこの子あのカードはなくしちゃったのよみたいな感じで言って、でそれは残念じゃんみたいな、カードは登録したっていう風に言って、登録してるって言ったら、
その、あ、じゃあよかったねって登録してたら、まあ残高は返ってくるから、まあ心配いらないし大丈夫だよっていう風に言ってくれて、もうすごい店員さんも覚えてくれてるし、すごい優しいなっていう風に思いました。家に帰って、夜、ホストファザーがそのコンパスカードのコールセンターに電話をしてくれました。私は登録してたから、パスワードとメールアドレスを入れたら、今のそのカードの状況だったり、残高とかをチェックすることができて、で、それを見たら、なんと、5ドル使われていました。しかも、その今日の朝、残高がないなっていうふうに思ったので、20ドル入金したばっかりだったんですよ。で、なくして、だから26、7ドルぐらいあったんですけど、もう今は22ドルぐらいなっちゃいました。日本だったら落ちてたりとかしたら、なんか近くに届けたりとかよくあるじゃないですか。だけどやっぱりここは日本ではなく海外なので、もう落としたりしたらほぼほぼ使われたりするんだなっていうふうに思いました。多分今日の場合は、まあいつも私おっちょこちょいっていうのもあるんですけど、その初めての学校に行くっていうので、もう周りをめっちゃもう外も見とかないといけないし、そのアナウンスも聞いとかないといけないしっていう風に、すごいもう緊張と焦ってて、だからそれもあって多分こうなっちゃったので、落ち着いて深呼吸をして、自分のものをちゃんと持って、二度とこういうことがないように気をつけたいと思います。LINE アットでは皆さんからの様々な相談に留学パパとエリンが無料でお答えしています。心に抱えている不安や疑問などがあれば遠慮なくメッセージいただけたらなと思います。はい、メッセージを送るときはいきなり質問ではなくて、まずは皆さんの今の状況、例えばどんな留学がしたいとか、ご家族での話し合いの様子など、少し皆さんのことがわかる情報を教えてくださいね。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。See you next time!